水中ポンプです。エーハイムコンパクトオン600、観賞魚用電気ポンプ、水槽の中に入れる水中ポンプですね。流量調節可能な水中ポンプ、小型のね、ちっちゃな水中ポンプになります。薄いタンクの中に突っ込んで水を循環させようと思って買ってみました。このコンパクトオン600、これは国産なんですけども、これはですね、これは600っていうやつなんですけども、300、600、1000、2100、このポンプの能力って言いますかね、それによって分かれています。600は中間ぐらいですか。今日はこれをテストしてみたいと思います。では説明書、これが本体、本体はちっちゃいです。こんなちっちゃい、どのぐらい、5、6センチっていったところでしょうか。でコンセント、付属品としましてこういうなんかストレーナーだね、ストレーナーとか入ってますね。吸盤が3つ、水中用 AC100V、 上畑養魚株式会社、エーハイム、これは何だ、これファンみたいなのがついてる。あ、これはプラス、これは調節できる、これ回るんだね、これ回るんだ。これで水量をこう調節すると。では付属品をつけます。まず、底の部分に吸盤を取り付けます。これ3箇所吸盤をつけて、で上の穴にこのコネクタをつけると。ホースを上につける場合ですね、一応つけときます。これをねじ込むと、はい、でこちらファンみたいな、この蓋が外せるようになっているので、これを外してストレーナーをつけます。これ外すときはドライバーでちょっとこじると、あれ、あ、壊れそう、やばいやばい、あれ、あ、折れた、あ、取れた、取れました。まあストレーナー使う場合はこれいらないんで、これは捨てます。でこの代わりにこのストレーナーをつけます。押し込むだけ。この上の排出口ですね、排出口にアダプターつけてましたけど、この太さはどのぐらいかというとですね、こちら VP13 がちょうど入るぐらいですね。縦でも横でも使えるそうです。皆さんご存知だと思うんですけど、これは雨水です。水道は通ってません。よし、
してこれをこう入れる。あ、つかない。あ、トロ船が汚いからデコボコしてるんでつかないですよ。吸盤倒れちゃいます。しょうがないから大きい石持ってきました。これはちょっと洗ってからこれに入れたいと思います。汚いトロ船ですいません。倒れないようにね、石で挟めと。レンガをこう乗せちゃおう。これでどうだ。よし、電源を入れるだけです。人も出るはず。では行きます。お、ちょぼちょぼですけど。まあ、ちょぼちょぼですけど、まあ、循環させるには、まあ、十分ですかね。まあ、これ電気代、何ワット？ 5 ワット？ 7 ワット？まあ、電気代はね、もうほとんどかから無視していいほどぐらい。まあ、1ヶ月回し続けて、100円いくかいかないかぐらいだと思います。だから、つけっぱなしにしてもね、全然、電気代は無視していい感じです。よし、これでもうちょっと長くしたら、塩ビ管ね、このパイプをもっと長くしたらどうなるか、ちょっとやってみたいと思います。約80センチ、80センチの塩ビパイプに変えたいと思います。で、パワーオン。ちょろちょろです。まあ、出てるには出てますけどね。調整するの忘れてた。水流の調節ができるということで、調整するの忘れてました。これが最大、さっきが最大ですね。これ最大で、つまみを回すとストレーナー回して、あれ、あ、はい、これがね、これが最小、これ最小です。ちょぼちょぼしか出ない。これが中ぐらいで、これが最大ですね。中に入れると水流はね、流れはね、とっても少ないです。まあ、かすかに循環しているっていう程度ですね。ということで、試運転の方はですね、一応 OK ということで、それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。